午後オンラインで開かれた全国知事会議には川勝知事が出席しました。協議では国への緊急提言をまとめ、飲食店への時短要請に伴う協力金制度の見直しや、検査試薬や検査キットを安定して供給できる体制づくりなどを求めました。川勝知事は保健所の負担軽減のためにオミクロン株の特徴を踏まえた対応を示すことや、ワクチンや経口薬、さらに検査キットの国産化が必要だと訴えました。医療提供体制が崩壊するってことはどうしても避けてもらわないと。オミクロン株っていうのは、従来のデルタとかと違いますのでね、それに応じた対応がどうあるべきかというのは、国は早急にこれを示すべきだと。